はい、こんにちは。この N、うん、こっちからね、 NP-FV100、 これはあれですね、リチウム電池ですね。それで何ですか、このビデオの中に取り付けるやつですね。ちょっとまた今度やりますかね。それともう1つはこのケースと電池充電器と、そしてまたこれはバッテリー、これは70かなんかだったですかね。多分そうだと思いますよ。70かなんかですよね。これだ。NP-FV70。70ですよね。約4時間って、賞味2時間ぐらいだっていうお話だったですね。これを買うときに。で、この充電器は、急速充電器じゃないんで、何時間もかかる、ということだそうです。急速充電器が、在庫がなかったので、それでもうこれにしました。で、これと、これのんと、それとこれで、まあやって、あと、これかなんかを、本体も急速充電じゃないそうですね。で、こういうなんか、ポーチまでついてるんですね、これ。これに入れるんでしょうかね。あれをね、このなんだっけ。こっち側の、この、これを、この中にこういう風に入れるんでしょうか。多分そんな感じですよね。こういう風な感じで入れるっていうことになるんだと思うんですよ。こういう風に。まあ、あんまり、落としたりなんかしたらダメだっつってましたね。だから、まあ、こんな感じ？あ、こんな感じなんだ。なんかね、そんな感じですね。これは何かわかりませんけども。なんかこれもこっちにありましたね。入れておきましょうか。じゃあこうやって入れて、これは書いてないんか。 PJ がありませんけども、でも大丈夫だと思います。それとこれもどっちも中へ入ってみようか。入れみよう。あれ、剥げない。これは、難儀だな。ほ。これは何もなし。こんな感じですね。重たいですね、割と。割と重たいですよ、これ。これは、100ですから。100。ねえ。付属の、何だったっけかね。付属のリチウム電池はこんなんですから、ねえ、これ、こんなに違うんだもんね。わかるかな？こんな感じか。こんなんで、こういう感じですね。もう、全然違いますね。今日は秋葉原行って、で、この、で、調べて、店頭の見に行ったら、ちょっと怪しなお店だったんで、やめて、そして、あれ、山田電機で買ったんですよね、これは。で、やっぱり高いですよね、電池はね。純正だから。で、ソニーの、
ソニーの人に聞いたらやっぱりバッテリーは純正でないと保証が効かないというお話だったです。それでなんていうか海外のまあ海外の製品もあるんだろうけれども、もうものすごく巧妙に作られてるとかって、でだから素人が見てもわかんないよっていう話でしたね。だからまあ大手飲んでお店で買ってよかったんじゃないかと思います。まあそんな感じですね。これはこれが付属のやつで、これが100で、これは70ですよ。だからこれこんな感じですよね。わかるかな、わかりにくいよね。こんな感じだね、こんな感じ、こういう、あちゃちゃちゃ、こんな感じですかね。ね、こんな感じになってます。わかりますよね。で8時間4時間2時間ですか。だから実際は4時間2時間1時間ぐらいっていう感じですか。4時間2時間1時間7時間ですか。じゃあまあそんな感じです。これで終わります。ありがとうございました。